アリス・ヘクシュは、オーストリア出身のピアノ奏者。ウィーン出身。アムステルダム音楽院でピアノを学び、1936年にソリスト・ディプロマを取得。その後パリに留学して1937年にガブリエル・ホーレ賞を受賞した。1936年にバイオリン奏者のナップ・デクラインと結婚し、1945年から夫とデュオを組んだ。ラーレンにて没。 アーカイブ2019年6月6日、ウェイバックマシン、アリスヘクシュディスコグスハット、アリスヘクシュ。2019年6月21日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2019年6月21日閲覧。クランティーン・ビュアー・ノード、ハランズ・アルキフ・ハールレム、エス・ダグブラード1957ニオーガスタス1957バギナ13 2019年6月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月21日閲覧。アーカイブ2019年6月21日。ウェイバックマシンアーカイブ2019年6月21日。ウェイバックマシン。ありがとうございます。